はい、ではこれからバタコさんの山小屋泊装備を紹介します。お願いします。はい、まず今日のためにこちらのバッグを用意しました。ミレーの32、はい、一応マックス40入るっていう風なことが書いてあったので。なるほど、はい。ではまずこちらのポケットからいきますと、ウェットティッシュが入ってます。うんうん、この山用の軍手、それ山用なの？山用っていうか、いや普通の軍手、うん、普通の軍手です。山用あるかと思った。私の中で山用決めてるだけ。ハンカチ、ハンカチ、うん。あ、これのバッグのいいところはここにレインカバーが装着されてます。ああ、ザックのレインカバー、そう、それがこのままここに入っている感じになります。この中身を開けるときは漫画やってるみたいじゃない。漫画やってるみたいじゃない。でも、開けると一気に開きますね。はい、ちょっと前日酒飲んで酔っ払って詰める時間がなかったのかな。これ着替えです。はい、これはちょっとしたウィンドブレーカーです。これメガネと、うん、寒い時に首に巻いたりします。はい、歯磨きとかコンタクトレンズ用のセットです。はい、あとこれは明日の朝ごはんのホットサンド用のセットです。はい、これと一緒にしまっておきます。うん、金山さんね、担当。これは今日の夜ごはんの玉ねぎですね。玉ねぎだけ持ってきてくれた。刻んでくればよかったのに、ね、そう、すみません、気が利かなくて。あとは水ですね。はい、3リットル4リットルだよね、それね。あ、4リットルか、うん、間違えた、これ3リットルだと思った。通りで重い。じゃあ4リットルと500で 4.5、はい、そうだ、うん、プラスこれワインも。あのね、ちょっとイカれてるよね。リンゴと持ってくるんだよ、ワインね。これを背負ってきました。はい、これも頼んでる。じゃあ、お尻に引くやつ。はい、あとは怪我した時のバンソーコード、はい、念のため、あとセイロガンと、うん、あとは大してあれですね。あとここは電源がないんですよ。なのでこれ充電器持ってきても無駄でした。あの山小屋に電気があると思ってた彼女。そうです、すごいですね。ちょっと今日は使いません。あとはあとは非常食のナッツと日焼け止めと。なんでこの容器に入れてきたの？これしかなくて。黒じゃない。もう準備してなさすぎ。はい。そう、まあでもそんなでもなんとかなりました。はい、なんとかなりました。うん、あとここに銀マットをね、さっき銀マットだけ持ってもらって、ね、寝袋は僕が持ちました。いただきました。はい。あとは。サングラス、あれサングラスどこ落とした？私落としちゃった。あとまあ一応ね、ヘッドライトないのでこれで。そうですね、これ使い切って。あとワインはコルクだから。あ、そうそうそう、これまたでかいの買って持ってきたね。そうですね、もっと近いのないか。ワイン開ける、うん、こういうのはなくて、あとはそんなもんですね。はい、以上で。はい、すいません、ありがとうございます。あまり参考にならないかもしれない。雲海が綺麗です。